こんにちは、S&D です。今日はレフトからのスパイクの内訳の方法を解説していきます。レフトのスパイクの内訳は大きく4種類に分かれます。トスの位置で左肩の前でストレートを打つ、右肩の前でクロスに打つという2つと、トスの位置は関係なくてボールの面を叩いてコースを切る方法が、右斜め上を叩けばストレート、左斜め上を叩けばクロスの2種類あります。トスに合わせてコースを打つ方がトスの流れに沿って打てるので、比較的力が入りやすく打ちやすい方法だと思います。ストレートを打つときはトスが左肩の前に来たボールをストレートになります。右肩の前もしくは斜め45度前で捉えてまっすぐ打つとクロスになります。もう一つの面を見て打つ方法は、初めはクロスを打つフォームに入っていたけど、そこにブロックが来てブロックがいないところに巻いてストレートに打つという瞬時の切り替えができるプレーとなります。対人の時などに自分でトスを上げてミート練習をする際に打ち分けられる練習をしておくことも必要となってきます。この4種類の打ち方を身につけることによって決まる確率が上がるので、ぜひ参考にしてみてください。今日はレフトの平行トスの説明と実践をしていきます。平行トスというのはチームによっても高さが違うと思うんですけれども、今日は一般的な平行トスで練習していきます。オープントスがだいたいアンテナの頂点の倍ぐらいになりますが、平行トスはアンテナの頂点がボールの頂点になるトスとなります。助走の仕方に関しては別動画がありますので、そちらをご覧ください。3歩助走でも2歩助走でもどちらでもやりやすい方で構いません。助走のスタートはセッターがトスを上げた瞬間にスタートするぐらいがちょうどいいと思います。上手い選手になると中にステップして流れで打ったりする選手もいますが、初めはコートの外から出て助走をして打っていくことから始めていきましょう。速いトスが向かってくるので縦にまっすぐ入ってしまうとボールが1点でしか捉えられないので、コートの外側に開いてまっすぐ打つとクロスになります。でボールを左肩にまで待ってまっすぐ打つとストレートに打つことができます。ここで外側に手を切りすぎてしまうとアウトになるので、まっすぐ叩いてストレートに打っていきます。テンポの速いトスが打てることによって相手のブロックを1枚や 1.5 枚にすることができますし、攻撃パターンも増えるので有効的です。打つコースはブロックが1枚もしくは 1.5 枚になることを想定して、クロス、ストレート、カンチャン、コートの真ん中に打っていきましょう。ではやっていきます。Thank you.
早いトスはオープントスに比べて打てるポイントが少ないので、どういうトスが上がってきてもいろんなコースに打てるように自分から入る準備をしていきましょう。今日はレフトからの離れたトスに対してどのようにして打っていくのかという実践と解説の動画です。いつもヘッドにやや近めのここら辺のトスを打っている人がセンターラインより1.5メートル、またはアタックラインに近いところにトスが来た時にどういう風に処理をしていくのかという解説をしていきます。ネットから離れたトスに対してどこを打てば効果的かということなのですが、普段打っているところの感覚でそのまま下に打ちつけるとネットに向かってしまうので、ネットからトスが離れた時は比較的長いコースを狙うのがいいと思います。クロスのコーナーやストレートのコーナー、また真ん中のランダーなどが効果的です。ブロックとレシーバーの位置を想定して打っていくんですが、ブロックが2枚揃っていることが多いので、ここを避けながらまたはここの上からコースを狙って打っていきましょう。パワーのある人は強いボールを打つことができるんですが、ネットから離れて自分の体勢が整わない時に全力で打ちつけてしまうとコースが甘くなったりとかアウトになったりとかする可能性があるので、なるべく8割ぐらいの力でコースを優先して打っていくことを意識していきましょう。振り切って打ってると思うんですが、長いコースを打つときは手を振り切ってしまうのではなくて、半円を描くようなスイングをして、で最後勝手に押していくような高い手を打つというよりかは、ここで長い間ボールを手の中に持ちながらコースを狙って、最後その流れで手が下に下がってくるようなイメージとなります。初めは難しいのでコースを狙う練習をしたいのであれば、自分のポジションでトスを上げてどの手の残し方で打てば長いコースに行くのかというのを練習してみてもいいと思います。トスを上げた時に離れるなと思ったら、まず助走で調整していきましょう。離れるということはいつもより助走を短くしないとかぶってしまうので、歩数は同じでも足の幅を狭くすることを意識する。いつも大きくここまで入っているけれど、トスが離れたところに来るので、助走を小さく足の幅を狭めて調整していくことを少し意識してやってみましょう。
全部のトスを思いっきり打って失点につなげるのではなくて、離れてて整わないけれども厳しいコース、相手の嫌なところに打っていってコンビを作らせないでチャンスボールをもらえれば、こちらに攻撃するチャンスが来るので、無駄にせず効果的なところに打っていけるように工夫して練習してみましょう。今日はレフトの後ろから来る二段トスを打つ方法について解説していきたいと思います。はい、真後ろから上がってくるということはレフトバックからのトスになるんですけど、まずコートの中にいたら真後ろからトスが上がってくるので、ボールを見てたらネットとの距離がわからないし、ネットを見てたらボールから目を離してしまうので、真後ろから上がってくるときはできれば外に開いて、トスを上げる人とネットが両目で周辺視野で見えるところに開いていきましょう。そうするとトスの上がる軌道とネットの位置と自分が全て把握できるので、まずその位置に開くことを意識するのが一つポイントです。目を切ってしまうのではなくて、トスを見ながら助走をするで打ちに行きましょう。それができるようになったらレシーブ位置から開いて打ちに行くという練習にしていきましょう。より後ろから上がってくるボールを打つときは90度で見ると見やすいです。トスを上げる人がこの位置、打つであろうポイントがこの位置なので、体の向きはこの向きで OK です。この人が真後ろになると90度の範囲に上げる人が見えないので、さっきよりも少し下がって肩をちょっと開くとトスを上げる人も入る、ネットも入ります。今ちょうどこの位置に出てるんですけど、真後ろから来るトスがちょうどここに来てしまうと非常に打ちづらいです。できれば前に出してあげた方がスパイカーは打ちやすいので、膝トスを上げる人も前で叩けるように出してあげるのがより打ちやすいかなと思います。はい、が上がってくる場所によって助走する位置を変えることでよりスパイクコースが広くなると思います。このスパイクの大事なポイントは開き方と目の使い方の2つです。そこを意識しながら練習してみてください。